HP レーザージェット MFPM72625M72630 プリンタシリーズのトナー回収ユニットの取り外しと交換パッケージから新しい TCU トナー回収ユニットを取り出し後で使うビニール袋とプラグを平らな面に置いておきます新しい部品を平らな面に置きますこの時トナーの開口部が上を向いていることを確かめてください HP レーザージェット M72625M72630MFP の正面カバーを開きます。トナー回収ユニットの左右にあるリリースタブを押します。トナーがこぼれないように水平に保ちながらプリンタからトナー回収ユニットを慎重に取り外します。取り外しの途中も後も倒したり傾けたりしないでください。またトナーの開口部を下に向けた状態で。 ユニットをどこにも置かないいでくださいトナーがこぼれて床や衣服が汚れ掃除もかなり大変です。トナーの開口部が上を向いていることを確認しプラグをポートに差し込んでから古いトナー回収ユニットをビニール袋の中に入れます。トナーが漏れないようにバッグを閉じて密封します。可能な場合は TCU をリサイクルに出すことをお勧めします。新しいトトナー回収ユニットを プリンタにスライドさせますユニットが所定の位置にロックされるまで、しっかりと押しますカチッという音がしてタブが収まり、ユニットがしっかりと取り付けられたことが分かります正面カバーを閉じます